東京都に、えー、お住まいのですね、でんぎりネーム、ミラクル鳩屋敷から頂きました、うんはい。ありがとうございます,ざいますえ。ちっぱい先輩、谷町さん、えー、こんばんは。こんばんは。私は以前、とあるイベントで女性もののパンティーを頭にかぶって、うん、100人ほどの人間の前でステージに立ったことがあるのですが、うん、先週、ドキ、埃だらけの年末大掃除大会、ポロにもあるよ。 を行っていたらそのイベント参加時に何かあった時のために用意していたスペアパンティーかっこブルーがポロリと出てきました捨てるのももったいないので何かこのパンティーのいい使用方法を知っていたら教えてくださいとりあえず洗って履いてみたのですがものすごく履き心地が悪かったのですおそらく女性もののパンティーというのはおディンコ将軍が股間から入ってきていることを想定して作られてはいないのでしょうねとあまあそりゃそうだよ うんまあこれよくわかるんですよ。<で>僕も。あ、文章長くて最初の頃の話忘れちゃったんだけど。おっと。要するに、うん、古い女性物のパンツ、カッブルーを、どうすればいいかって話そ,うですそれの使用法を教えてほしいと。うーん、彼女にあげたら<笑><笑>どこで買ってきたのってまず聞かれますよね、絶対。いや、僕が昔かぶってたんだよ。<laughs> 確かに。確かに被ってた。え、そんなの受け入れ、受け入れてくれるっしょ。まあ確かにね。まあもしくは、もう今これ一回履いてるわけですから。あ、そっか。俺の、俺一回ちょっと履いて、ちょっとサイズ合わなかったから、多分お前だったらぴったりだと思うんだよね。あ、その言い方いいかもしれない。ちょっと履いてみなよって。あ、ょっとしうん、履いてみる。あピぴったりみたいな。ゃすごいみたいな。感じになるかもしれない。そうだよね。え、なになに鈴木くん、あ、じゃあ、谷町は、うん。女性用の、うん。 おパンティ履いたことありますよ早いな、食ってきたよ。基本じゃないですか、それは。おっと、例えばどういう時に。まあ例えばですけど、まあそういうまあ自分が彼女と付き合っていた時とかに、あのまあ彼女と一緒にいたりとかして、まあ彼女の家に遊びに行ったりするじゃないですか。そういった時にですよ。そういう下着のコーナーがあるじゃないですか。下着のコーナーっていうのも変ですけど、まあありますね。あるじゃないですか、女性のその下着が入ってるから、こうそれをたまたま見た時に。 まあこれは一回履いてみないといけないだろうなと。いやいや、その使命感はどっから湧いてくるんですかね。これは一度チャレンジだと。はい、もう、ほんとチャレン、チャレンジしてみた。はい。ならで,ですね、これまた全部がはみ出る、はみ出るんですね。全部かって、全部。ね、あのね、この、なん、上手、こうなんて説明したらいいんでしょうね。ううこ,ねこうあの、全面で来る、全面。 が僕ら男というものはですね、うん、まあ物が吐いてるわけじゃないですか。で、そこに弾もぶら下がってるわけじゃないですか。で、なんでしょう、その弾、弾の筋の間アイドルに、わかんない。わかっとけ。<laughs> えっと、そこですね、こうクッと吐いた時にですね、その弾がはみ出るわけですよ。で、弾がはみ出た上に、そのパンツのこの上げた時 あの結構、まあ何でしょう、こう。誰に向かって喋ってる深さが足りないっていうか、深さが足りないじゃないですか。だから、こう物がこう、でしょう、ちょうどいい祈祷の部分だけがピヨンって出て、なんか、ひょっこりみたいな感じで。出てくるわけですよ。あの、デビルちゃんも絵描いてるし。そう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 。これ、これね、うまく説明できねえんだ、俺があ。あのね。あの、カンガルーみたいな感じです。あの、ものすごく分からないけど、ものすごく、分かりやすかったよ。 ありがとうございます。あーびっくりした。何の話だったっけ <laughs> いや、あ、ちょ使用済みの、使用済みじゃねえ。<laughs> ブルーのパンティーをどうしたらいいかって話ですよ。一回履いたやつね。そう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 。彼女に言ったあの、履いたことは彼女に言ったの言いましたね。もしかして目の前で履いた目の前で履いたら気持ちが悪いって言われました。<laughs> <laughs> 普通に言われましたよ、僕。 あ,あ、そう、うん。それで、あの、そのあ、まあ、その時にちゃんとブラもつけてみたんですけど。嘘あの、本当にやめろって言われました。<laughs> 本当にやめたい <laughs> 全力で拒否されましたよ。やっぱりや、じゃあさ、パンツは履き心地悪いじゃん。はい、悪いっすね。うん、ノーパンか、ふんどしが一番だね。そうですね。ねま、それか頭に被るもんですよ、大体。パンツはそうですよ。頭に被って、うん、あの、ツインテールこっから出すもんですよ。<laughs> 確かにピヨンって出たら可愛い感じですからね。そうちょっとね穴も二つありますからねここにピヨーン。おしゃれな感じでね。そうですね。はいじゃあ続いてもう一枚読みます。はい。はい